松山大学の2013年度一般入試一期日程の合格発表が1日松山市文教庁の松山大学校内で行われ、薬学部と文系の4つの学部、5つの学科で延べ628人が合格しました。この日キャンパスには緊張した表情の受験生らが集まり、午前10時に合格者の受験番号が貼り出されると、合格した受験生らは手を取って喜んだり、携帯電話のカメラで受験番号を撮影したりしていました。また松山大学硬式野球部の部員らが合格者を胴上げし、共に喜びを分かち合っていました。嬉しいです。一番は、英語を特に勉強したいです。ずっと経営学が学びたかったので、それを中心に勉強していきたいと思っています。やはりいろんな大学で友達を作って、勉学と遊びに楽しんでいきたいと思います。それぞれの学部の一般入試一期日程は1月27日と28日に実施され、募集人員合わせて145人に対して延べ2087人が受験し、この日の発表で延べ628人が合格しました。